はい、どうも、トラキシです。またしても戦力外通告の、情報が入ってきましたと。もう寂しすぎるわ、マジで。全員やっぱ思い入れのある選手というか。寂しいっすね。はい。めちゃくちゃ寂しい。ほんとこの時期嫌やな。寂しいっすね、正直ね。先ほど動画上げましたけども、高沼選手、北条選手に続いてさらに 6選手、合計8選手がね、戦力外通告を、受けてしまったということでですね、ざっくりとね、まとめましたので、言っていきたいなと思います。まずは望月敦史投手、2015年ドラフト4位でね、阪神タイガースに入団、そして高卒1年目の2016年10月1日、対巨人戦でね、6点リードの9回にプロ初登板、そしていきなり最速153キロを記録で、1回無失点デビューでね、衝撃を受けましたね。正直高卒1年目のピッチャーだったんでね、すごい期待してました、正直ね。でしたがね、2017年にね、腰痛を発症、そして2018年ね、1軍で37試合登板、防御率 4.20 を記録ってことで、2018年あたりからね、僕も甲子園10回以上現地に行くようになってですね、それまでは年間3から8試合ぐらいかなぐらいやったんですけども、それぐらいから結構行くようになったっていうところで、望月投手が登板してる試合っていうのは結構見てましたんで、将来本当楽しみやなっていうふうに思ってて、その当時で言ったら最佐伯投手とかもやな、よく投げてた、先発で投げてたイメージで、佐伯投手、望月投手っていうのは本当にね、期待の若手やったんですけども、佐伯投手はね、本当素晴らしいピッチャーになりましてですね、今シーズン、大活躍されてますけども、望月投手はですね、怪我が原因とかもありますけどもね、そこから、ちょっと状態を悪くしてというか、寂しいですね。厳しい世界やな。そしてですね、2019年オープン戦で自己最速の159キロを記録。いやー、望月投手、すごいピッチャーになるぞって思ってたんですけども、2021年、4年ぶりにね、1軍登板なく、2軍でも結果を残すことができず、自由契約になって、育成契約となったんですけども、そしてね、かつて阪神ファンが夢見た、輝き、そして実力を最大限発揮できず、戦力外通告となってしまいましたと。寂しいなー。めちゃくちゃ期待してたピッチャーやっただけに、かなりやっぱ寂しいっすね。で、それと同時にプロっていう世界は厳しいなっていう風に改めて感じました。はい。プロ通算ね、62試合登板、1勝1敗、防御率 4.34 っていうね、成績でしたと。はい。寂しいなー。そしてね、渡辺裕太投手、2021年オフにですね、ソフトバンクから戦力外通告を受けて、阪神がね、育成として契約、そして2022年開幕直前の3月22日に支配下登録されて、2022年シーズンはね、左のワンポイントとして起用されてですね、32試合登板で3勝1敗、防御率 2.45 の安定感を示した。ただ、8月3日のコロナ陽性を受けてですね、特例抹消されてから、今季まで1軍登板なく、戦力外通告を受けたってことで、コロナがなければね、どうなってたんかなっていうところがある。やっぱ去年僕は現地観戦最多のね、自己最多の47試合に行きましたと。やっぱ渡辺投手が投げる試合っていうのをかなり見ましたんで、ちょっとまだ信じられないというか、今年ね、タイガースの中継ぎ陣の層の厚さの中ね、一軍昇格がなかったっていうのもありますけども、去年あんだけ投げてる試合、活躍してる試合を見てるだけに、やっぱり複雑というか、なんて言うんやろな、ちょっとやっぱプロの世界ってめちゃくちゃ厳しいな。去年良ければ良かったらいいって問題でもないんやなっていうのもあるし、1年1年が本当に勝負なんだなっていう風に感じたというか、はい、衝撃ですね。ショック、はい。と同時に、やっぱさっきも言ったけど、コロナがなければどうやったんかなっていうのもやっぱり思うよな。はい。
そして二保明投手ですね、2021年7月2日中谷正弘選手との交換トレードでソフトバンクから阪神に移籍していきましてですね、2021年8月14日のね対広島戦では、6回途中3失点でね移籍後初勝利を、掴みましたと、そして2022年ウエスタンリーグ13セーブで最多セーブのタイトルを獲得ということで、まあ、去年ね NPB アワード YouTube ライブ見てました。はい、そこにね2軍で言ったらまあ村上頌樹投手やったりとか、まあ、二保投手も上がってましたけども、2人ともね、今シーズン1軍で活躍できたらなって思ってただけにですね、うん、まあ、村上投手はね、もう新人をこう筆頭で最優秀防御率のタイトルも確定されまして、本当素晴らしい、ね、飛躍の1年となったんですけども、二保投手ね、やっぱり、さっきも言いましたけど、やっぱ1軍の層の厚さ、まあ、そこもあってかね、まあ、1軍昇格できずと今シーズンね、戦力外通告となってしまったということで、まあ、非常に寂しく残念な思いで、ね、いっぱいです。はい、そして小林圭介投手ですね、2020年8月28日、飯田裕也選手とのトレードでねオリックスから阪神に移籍してきてですね、投手王国阪神において、まあ、なかなかね出番には恵まれないイメージなんですけども、その中でもね出場した試合、登板した試合ではですね、かなり活躍されてたっていう印象があるので僕の中でですね、はい、残念やねですよね正直。はい、そして先ほどもね動画で言いましたけども、ホットモットフィールドの神戸の試合見に行っててね、小林選手いてたんですけども、かなり体格がでかくてですね、こういう体格の選手がやっぱプロ野球選手になるんやって、うん、思ったんですよね。やっぱそういうプレイヤーというか、そういう選手でも戦力外通告を受けるんやっていうね、やっぱ厳しい世界やなっていう風に改めて感じました。はい、そして、山本康弘選手ですね、2020年11月30日に宿敵巨人からね金銭トレードで阪神に移籍してこられてですね、主に、サブとしてユーティリティプレイヤーとして阪神を支えてくれましたと、ですがね今季内野手の層の厚さ、内野手もそう厚かったんですけどね、まあ、一軍昇格なく、戦力外通告になってしまいましたというところで、はい、印象深いのはですね、やっぱ去年の5月5日、子供の日のサヨナラフォアボールですかね、現地観戦にいててですね、ゴールデンウィーク3、4、5、ヤクルト戦、はい、全部現地観戦やったんですけども、3日、4日と阪神連敗してしまってですね、もう子供たちが泣いてる子供もおったんですよ、正直。阪神語れへん、なんでやー、言うて泣いてる子供もいてる中ね、5月5日、子供たちが笑顔に変わったっていうかね、うん。それがやっぱ印象深いですよね、はっきり言うて、うん、そしてやっぱ僕の中で個人的に印象に残ってるのはやっぱ山本康弘選手、巨人時代なんですよね、うん、途中から出てきてスーパープレーされたりとか、うん、活躍されてたんで、なんやこの選手っていうイメージだったんですよね、まあ、その山本選手がこう阪神に移籍してきてくれたっていうのをね、第一報を聞いた時はめちゃくちゃ嬉しかったのを覚えてます。はい、でさっきも言ったけどホットモットフィールド神戸の試合ね、安らしい山本選手らしいね、セーフティーバントというか、まあ、送りバント、スクイーズかな、スクイーズやったな、三塁側にねきっちり転がして、自分の仕事っていうのを全うされてるっていうイメージだったですし、はい、まだまだできるよなって思うんでね、うん、内野がねその薄い球団とかやったら、まだまだできると思うので、うん、まだ獲得される球団もあるんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってるんですけどもね、はい、非常に残念です。そして板山雄太郎選手、板山選手は、ね、2015年ドラフト6位で阪神に入団、高山世代ですよね、はい、そして、新人時代の5月1日、1番レフトでプロ初スタメン、3回のね第2打席にですねツーベースヒット、プロ初安打、プロ初打点を記録ってことで、その後ねかなり期待されてたんですけども、レギュラー定着とはならず、まあ、戦力外通告を受けてしまったってことで、いやほんま厳しいなプロの世界ね、うん、そして、プロ通算はね125試合出場、打率2割1分9厘、ホームラン1本、打点9ってことで、このねえ今もうこれ全選手言いましたけども、
全員ね、まだまだチャンスあるというか、まだやれるんじゃないかなっていう思いが僕個人的には正直あるので、はい、どういう道を歩まれるか分かんないですけども、プロ野球選手としてやっていけるのかも分かんないですし、他で野球続けるのかも分かんないですし、野球はもうね、引退して、第二の人生歩まれるか分かんないですけども、全選手のね、幸せを、そして、第二の人生をね、応援していきたいなと思います。はい、本当この時期辛い、正直、戦力外なしでねっていうのが一番理想なんですけどもね、ドラフトを考えるとですね、そういうわけにもいかないっていうところで、全プロ野球ファンがですね、本当に嫌な気持ちになるというか、寂しい気持ちになるというかね、うん、辛いんですけども、第二の人生、応援していきたいなと思います。ではね、本日の動画は以上で終わります。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。